細長い画用紙を使ったお花です。切り落としの細長い画用紙は捨てずに置いておきましょう。ここでは6枚の花びらのお花を作ってみます。端っこを1センチぐらい折ったら、そこにボンドをつけます。これを貼り合わせると、雫のような形になります。尖った方が真ん中に来るように置くと、花の形になります。尖ったところから1、2センチ入ったところにボンドをつけて、先を合わせながらぎゅっとつまんでくっつけていきます。剥がれやすいときはクリップなどを使ってください。花の中に黄色い丸い飾りを入れてみました。小さい丸はそのままでは作りにくいので、少し紙にカーブをつけておくと貼り合わせやすいです。花びらの内側にボンドをつけておきます。ここに先ほど作った黄色い丸を押し付けると出来上がりです。今度は葉っぱの作り方です。2枚の緑色の紙の端を少し折ります。折ったところにボンドをつけて、同じ長さの紙をこんな風に折り目の部分のところだけ重ねて挟み込みます。それをこう折り返して、反対側も内側に折ったところにボンドをつけて、両側同じようにつけて、少しこうカーブさせるように貼り付けます。これで葉っぱの出来上がりです。長い色画用紙で茎をつけてみましょう。これで花の出来上がりです。こんな作品を壁に貼るときは、短い画用紙を使いましょう。
貼りたい部分をこんな風に挟み込んで折り曲げます。2箇所から3箇所ぐらいつけておくといいです。糊をつけて作品を挟み込んだら、糊をつけた部分を折り曲げておきます。この折り曲げた部分を押しピンで留めます。こうすれば壁にしっかりと留めることができます。青い方の花の花びらはこんな風にして作ります。両側を1センチぐらい折ったら、そこにボンドをつけて、貼り合わせます。その半分ぐらいの長さの画用紙を作ります。これにボンドをつけて、内側にこういうふうにはめ込みます。これが花びら1枚分です。これを6個くっつけて、真ん中に黄色い画用紙をカーブさせて入れると花が出来上がります。花だけでなく、いろいろな作品を作って楽しんでみてください。